命令が一旦出たらね、もう戦争始まっとんやから、命令が出たらもうこっちもその仕事命がいでやらないからねえから、他のことはもう考える暇ないです。12月の末にね、ハワイから帰ってきましたや。ほしたらね、ナイツはもう旗行列や提灯行列や大騒ぎしとるんですわ。それ見てね、私はこの小さなな資源のない国がやな、こんな大きなとこ相手にしてやれるかいなと思いましたよ。戦争指導者、これのやり方にはもうものすごく腹立ってます、はい、人を人と思ってないんやから、うん、我々下っ端の兵隊のは消耗品やと。だから私講演の時でもね、あの生徒に言います。あの美しい言葉にね、騙されるなって言いますね、私は。